はい、皆さんこんにちは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨ビットコインのチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルではですね、こういう風にリアルチャートの上に僕がいろんなラインをですね引きながら、今後の相場分析をしていくというチャンネルになっています。基本的には毎日動画を更新しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、LINE アットの方ではですね、僕の、トレード手法を教える、モーシン講座というのをやっております。動画を3本に分けてですね、僕の手法を詳しく解説するということをやっておりますので、ぜひ LINE アットの方にも登録いただけると嬉しいです。はい、ということで今日がですね、2019年の10月の22日、天皇陛下即位の日でしたね。はい、で今の時刻が、19時29分です。で今のビットコインの価格が89万7千ぐらいのところを推移している状況です。はい、ということで、この動画ですね、3日ぶりぐらいかなになってしまいました。で、理由はですね、自分の子供がですね、アデノウイルスというのになって、で、看病してたんですけども、僕の方もですね、それをもらってしまいまして、で今もですね、全然治ってないんですけれども、ちょっと3日、4日目までね、動画を撮らないのはちょっとどうなのかと。で、ビットコインに関してはですね、結構ね、直近で値を上げてきたということで、この辺りの値、ね、動きを気にされている方も多いかなと思いましたので、今回はね、まだ熱もあるんですけども、ちょっと動画をねサクッと撮っていきたいと思います。で冒頭申し上げました通りですね、ここですね、10月の21日、昨日の夜中ですねに、この85万水準で推移してたのが、一気にですね、90万円付近まで、一時ですね90万円超えた場面もあったんですけれども、90万円付近までこう上昇してきたと。上昇してきた後はこの横ばいなんですけれども、はい、こういった値動きがありましたね。これ4時間足ですけれども、で、移動平均線的にはですね、全ての、移動平均線、赤が短期ですね、 20MA で、黄色が中期 50MA で、青が長期 100MA ということで表示させておりますけれども、この3本の移動平均線がですね、一つの、収束しているというポイントに来ています。ずっとこう下落トレンドの中で、今横ばいになった関係で、移動平均線がですね、一つに収束してきたという値動きがあります。でこの収束から大きな値動きが生まれやすいということはですね、ずっと言っていることなんですけれども、この後の展開ですね、なかなか、難しいところではあります。で、いつもね、エントリーしていくにはどうするかというかね、今の場面でエントリーするんであればどういうふうに、利確目標を設定していくかというところをですね、毎日解説しているわけですけれども、今はですね、エントリーやっぱりできないかなというところですね。で、この意識されるラインとしては、ここのですね、88万円ラインですね、ここは強烈に意識されています。この、皆さんご存知の通り、大きなですね、ディセンディングトライアングルがありましたよね。98万円が下値が98万円で、上値がだんだん切り下がってきて、ディセンディングトライアングルを形成していると。そこをずっと下抜けてからはですね、レンジ相場のような形でずっと横に動いている状況ですよね。でそのレンジ相場になってからですね、この88万円という水準が強烈に意識されているんですよね。で今はですね、この88万水準を下抜けて、85万と88万の間でこうレンジを、形成していたんですよね。この辺りの水準ですね。はい、ここで下抜けて一段下の水準で動いてたんですけれども、ここのね、昨日の夜中1時頃の急騰によってですね、88万円ラインを見事に超えてきてですね、今はこの88万円ラインで、サポートされるかどうかっていうところの場面ですよね。したがって、まだねこの88万円水準を下に割り込んでくる可能性も全然あるということで、今ね安易にこう上昇に乗ってですね、ロングに入っていこうということはですね、もう少し、様子を見てからの方がいいんじゃないかなというふうに思っています。でここですね、ロング入れた方は見事だったかなと思います。で直近の動画でですね、ここのトレンドラインですね、下落トレンドライン意識してトレードしましょうということを言ってました。で、このトレンドラインがですね、やっぱり意識されて、ここを抜けるところで、急加速して、上昇したというところが分かるわけですね。じゃあ今後ね、どこに意識されるかっていうところに関しては、ここまだ上抜けたばかりなので何とも言えないところではあります。一つ意識しておいていいのはここのね、トレンドラインですよね。
はい、このトレンドラインは、まあ、意識していいかなと。で今までですねこういう風なレンジの中で、だいたい下値としてはですね83万までつけてきたんですね、しかし今回の下落、レンジの中の下落では、85万円までしか下がらなかったというところで、まあ、これ以前のですね値動きとは少し違うというところはですね、押さえておいていきたいポイントかなというふうに思います。それからですね、上値のポイントですね、まあ、上値のポイントっていうのはまあこういう感じで、3が持ち合いになる可能性もあります。こういう感じですね、こういう感じで、今からねこう下落していって、まあ、こんな中でこういうふうに動いてきてどっちかに動くと、まあ、仮に上に動くとこういうふうになりますね、こういう感じで動いてくる可能性ももちろんあると。それからですねもう一つは、まあ、ここの93万とかの直近最高値、最高値のところですね、ここが意識されて、この中でアセンディングトライアングルのような形をこう作ってくるというパターンもですね、まあ、考えられるかなというふうに思っています。まあ、これはですね日を追わないとなかなか見えてこない部分ではあるんですけれども、まあ、今ね それどっちに行くかなっていうところの水準で、止まっているというところなので、まあ、今エントリーするっていうのはまだ早いかなといったところの、局面になっているかなというふうに思います。で移動平均線的にもですね、まあ、収束している中でも、短期の移動平均線がですね、まあ、ここで起こったゴールデンクロスですね、もう一度こうや、ゴールデンクロスを試そうと、している状況ですね。まあ、もしかしたらこのまま横ばいでまたね、新たなゴールデンクロスを試す場面が見られるかもしれませんけれども、今一応ですねこの短期移動平均線が、中期長期を下から上に抜けてきているというような局面でもありますので、このあたりの移動平均線を注目しつつローソク足の値動きですね、このまま94万93万まで上がったときにここを抜けるかどうかっていうところは一つね、注目していきたいポイントですし、そのあたりの移動平均線の向きですね、それから順番、そのあたりもしっかりチェックしていかないといけないかなという局面かなというふうに思っていますので、ぜひ皆さんも、参考にしていただけたらというふうに思います。すいません、今日はですねちょっと声に覇気もなくて、こんな感じでね、本当はいろいろ他にも喋りたいことがあったんですけれども、今回はねこれぐらいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日も見ていただけたら嬉しいです。 Thank you.